プロデビューしました。いきなりスタメンでした、はい、まずはちょっと感想を聞かせてください、まあ、やっぱりデビュー戦ということで最初は緊張もあったんですけど、まあ、チームメイトのみんながすごいプラスな声かけをしてくれて、永井さんからも直接どんどんチャレンジしろよっていう言葉をいただいたので、まあ、そのおかげですごい楽しみながらデビュー戦を迎えることができました。実は今日の試合の前の2試合アウェーの連戦、あのチームに帯同していましたけど、まあ、19人目ということでメンバーに入らなかった試合が2試合ありました、はい、ここ結構やっぱり悔しさがあったんじゃないかなと思います。そうですね、そのアウェー2連戦で、まあ、帯同できたんですけど、まあ、どっちとも19人目になってしまって、で、まあ、すごい悔しい気持ちがあって、で、まあ、チームが勝ってるのに、まあ、自分はベンチ外で見てる。で、その中で、まあ、このチャンスをもらって、だからこの試合で絶対自分のプレーをして爪痕を残してやろうっていう強い気持ちで挑むことができました。その気持ちがもう頭から出ましたね。あのシュートシーン振り返ってください。まあ、あの打つ前はあんま何も考えてなかったんですけど、まあ、絶対点取ってやろうっていう気持ちはすごいあったんで、まあ、その結果が、まあ、あのシュートにつながったっていうのはあるんですけど、まあ、決めたかったです。あのそこから、先輩の森田選手だったりとか、同級生の、山本選手からかなりいいボールが入ってきて、あの使ってもらえてるなっていうふうに思いました。見てもらえてるなって、そこはやっぱりホットライン感じました。まあ、そうですね、ユースの時から、まあ、一緒にやってるっていうのがすごい大きくて、バリヒトとかコウキ君はすごい自分の動き出しとか見てくれてんで、まあ、試合前からどんどん狙ってこうっていうのはありました。前半割とチームとしては なんかこうなかなかフィニッシュの糸口見つけられない中で、あのゴール前まで行けた場面っていうのは大体こう松橋選手絡めてたなと思うんですけども、その辺はやっぱり自分の持ち味出せたなと思います。まあ、そうですね、自分のストロングポイントとしてはやっぱゴール前で仕事することなので、まあ、ゴール前でチャンス作ったり、まあ、ゴールアシストっていうのが自分の武器だと思ってるんで、まあ、そういう部分は出せたと思うんですけど、まあ、結果は残したかったですね、できれば。こうデビュー戦全体振り返るとどうでしょう、自分の中での満足度っていうのは。まあ、自分の良さはしっかり出したと思うんで、やっぱ90分間戦えるような力をもっとつけていかないといけないなと思いました。まあ、デビューで終わらないって感じですかね、この先の目標というか課題を見つけてまたそれをクリアしたというか。はい、まだスタート地点にやっと立てたところなので、まあ、これからもっともっとチームに貢献できるようにここで止まらず成長していきたいと思います。で、まあ、初スタメンということでデビュー戦ということで、まあ、すごい緊張もあったんですけど、まあ、ファンサポーターの方々の支えのおかげで自分の良さっていうのを出したと思うんで、まあ、これからも連戦が続いてシーズンは長いんですけど、まあ、引き続き応援してもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。